よろばにゃすよすみげふるみにだ。今日はですね、実は私クリアファイルの紹介っていうのをスイミングフル動画を始めて4回目の動画でやったことがあるんですけど、それ以来一度もやったことがなくて、でも、ね、1年半ぐらい経ってるんですね。なのでまあちょっとこの機会に久々にクリアファイルの紹介をしていきたいと思います。ほとんどアユノなんですけど、一部ノンノ入ってて、ノンノはこれノンノだよって紹介したいと思います。と前回紹介したものから過去のものに関するものは一切増えてないんですけども、被る内容もあるんですけど、まあ、そこも紹介していきたいと思います。それともう一つ、私たち一度もちゃんとポスターの、私たちが持ってるポスターの紹介をしたことがなかったので、それも合わせて紹介していきたいと思います。まずはクリアファイルからいきたいと思います。まずじゃあ過去のものから順番に追って紹介していきたいと思います。まずまあもう見えてるんですけど、一つ目ですね、これはセイザネームセブンティーンのセドネコンって言われてるやつのライブのクリアファイルです。これジュンはアギノですね。でこのジノちゃんはノンになります。二人とも推しを買っていないっていう珍しいやつですね。で、ここからカラット2期のグッズのクリアファイルになります。これは裏表で合わせて入れちゃってるんですけど、こうやって年齢順にまとめて入れてあります。で、まあ、メンバー全員のと、メンバーそれぞれソロのと、あと集合のが入って全部で14枚のクリアファイルがカラット2期の MD ではついてきました。ちょっと多いですよね。で、まあ、もう見えてるんですけど、SBT コンのクリアファイル集合のになります。マジで、この時は本当に軍服かっこよすぎて、軍服万世って感じです。で、このまま続いて SBT コンなんですけど、軍服のミンギちゃん。かっこいい。で、クプスですね。その時私、まあ、かなりクプスのデデキが来てて、それでクプスのクリアファイルも買っちゃいました。で、これが、その SBT コンの時のカラットキャンプ、ペンミのクリアファイルです。星、ウォヌ、ウジ、ミンギュです。星ウジいるじゃん。でも、ノンノじゃないんですよ。ね。多分ご存知の方もいると思うんですけど、私もともとデュホシーで推してたんですよ。その後ミーニーに変わったんですけど、多分その時の名残があって、たまに星のグッズを買っちゃう時がありました、この時は。で、ウォンヌでしょ。で、なんでウジがいるかっていうと、ミンギュと同じポーズをしてたからっていう、そういうノリで買っちゃいました。で、これが懐かしいですね、セブンティーンくじの景品ですね。ポカチのクリアファイルが2つあって、で、ヒポッチ、パホチになります。この時は、ソロのと、で、そのソロのメンバーのユニットのクリアファイルが一つの特典としてついてきたって感じです。はい。で、ポカチじゃない。スンガン、ドギョム、ミンギュ、ミハオっていう感じになってます。これがその時の袋ですね。次がですね、これ。これはセブンティーンジャパンショーケースだ。イルテのショーケースのクリアファイルになります。で、これが、その時の109のポップアップストアの、これは下敷きですね。クリアファイルじゃなくて。下敷きです。はい。で、これがアイデアルカット。書いてある通り、アイデアルカットの全員のクリアファイルに、ウォヌーとミンギュって感じになります。で、これはノンノですね。セブンチとポンタカードのコラボのやつの特典のクリアファイルになります。はい。で、これが、ディアイコンの特典のクリアファイルになります。で、これが、もう書いてあるとミュージックオン TV、M オンってやつ、有料チャンネルがあるんですけど、それの応募した人全員にもらえるクリア
ファイルになってます。この時エモンの企画でなんか番組やってたと思うんですけど、その時チャイナ2人がスケジュールでいなかったんですね。なのでこのクリアファイルにはチャイナが載ってない11人での絵柄になってます。でこれがハルコンの全員のやつにミンジちゃんって感じになってます。ハッピーエンディングのショーケースの全員とクプス、ウォーヌ、ミンギュという感じになってます。でこれが先ほども紹介したエモンのコラボの応募した是非と全員にもらえるっていうクリアファイルの第2弾になってます。これは13人全員写ってる感じになります。はい、クリアファイルはこの4冊で以上になります。でこのままポスターの紹介に移っていきたいと思います。はい、でポスターに入っていきたいと思います。で昔のセブチって今でこそアルバム買うとアルバム1枚につき1枚のポスターとか、まあ、ランダムでもユニットと全員とかだと思うんですけど、昔はもう、しかも今だと B2?B3? 結構良心的な大きさのポスターなんですけど、結構日本でも一般的なサイズのポスターなんですけど、これ壁紙にでもなるんじゃないっていうぐらい昔のセブチってポスターもう本当にでかかったんですよ。結果がこの大きさのポスターね、 A1 サイズのポスターがアルバム一つ買うごとにランダムじゃない全員のポスターとランダムのソロのポスターがついてたとか、そういう時代だったんですよ。本当に収納が大変で、このポスターは A1 ポスター入れとかで入れたら出てくると思うんですけど、確かヨドバシカメラだったと思うんですけど、それのオンラインで買いました。まあ早速紹介していきたいと思います。私ティーネイジまではポスターって交換するにも送料が結構高くなっちゃうじゃないですか、大きいので。なんでそう交換してないんですね。だから自引きしたまんまになります。はい、じゃあ紹介したいと思います。ちょっと全体が入らなくて申し訳ないんですけど、これゴーイングセブンティーンですね。ゴーイングセブンティーンのメイクドセブンティーンのバージョンのポスターになっていて、こっち側がメイクイットハプンの全員のポスター、結構飾ってたのでボロボロになっちゃったんですけど、であとこれですね、メイクアウィッシュのポスターになります。はい、でこれがランダムのポスターになります。ジョンハンとドギョムになります。でシュンガがゴーイングセブンティーンのポスターでした。でこっちからウルシパですね。ウルシパのジュンと星とウジ、ノン的にはすっごい嬉しい組み合わせですよね、これ。まあアギュナなんですけど。うん、この時の全員の集合のランダムじゃないポスターは違うところにしまってます。で、ティーネージ。これがホワイトバージョン。で、こっちがグリーンバージョンですね。で、これがオレンジ、こっちがローセルバージョンになってます。でこの時はソロではなかったですね。ランダムは何人かのなんかミックスユニットみたいな感じのランダムポスターで、スンゴアンディのウジ、ミギュウォーヌドギョム、でバーノンジューン星、クプスミーハオって感じになります。この時4枚しかアルバム買わなかったので4枚しかなくって、もう一つのポスターが確かジスハンでした。完璧。でも私5種類しかないのに4枚アルバム買ったら4枚つくじゃないですか。ミハオクプスミハオクプスミハオクプスのペアが3枚も来て頑張って交換しました。この時しかポスターの交換はしてないです。ね、さすがにね、3枚はいらん。でこれはアルバムじゃなくてですね、ソウルコンの去年のアイディアルカットのポスターになります。ヒポチ
のポスターを買ったので、ヒポジ全員とクプスウォヌミンギュー、あれバーノンが消えたちょっと待ってくださいね。バーノンちゃんいました。バーノンちゃんとのウィメイクユーのポスターのパーフじゃあヒポジになります。はいはい、でこのままた順番に続けていくと、こちらこれは雑誌のセブンティーンを買った時の特典のポスターですね。これはポスターではないんですけど、新聞の広告です。初めて自分で新聞買いましたはい、でこっちがソウルアイデアルカットのパスポーチのポスターなんですけど、これはノンのものになってます。ちょっと角度がね変で申し訳ないんですけど、ミーハオ、リノちゃん、ホシ、ジュン、で、パコチ全員のポスターという感じになってます。日本だとユニットカラーってヒポチが青、パコチが緑、ボカチがピンクなんですけど、ソウルコのグースだとそれが違っていて、パホチがピンク、ヒポチが緑、ボカチが青っていう感じになるんですね。なんかちょっと変な感じがします。で、ちょっとここからポスター丸くなっているので、ちょっとかなり見づらくなってます。これが、これはノンノですね。ザセムのポスターで、これもちょっとかなりでかいですけど、はい、こんな感じで全員出てるかな。はい、こんな感じです。めっちゃでかいで、こちらがアンオードのやつですね。パコチ、全員ボカジーン、ボカチ、で今ヒポチのポスターを飾っていて額縁に入れているんですけど、はい、ヒポチです。ここからがちょっと紹介がちょっと大変。おお、はい、ディレクターズカットのポスターが2種類あります。お次はちょっと疲れちゃってる。これがおつおの時の You make my day のポスターですね。で次がこれも You make my day のポスター。お次にはい、これも You make my day のポスターですね。で、これがウルスパのポスター、ウルスパのポスター、はい、向こうウルスパのポスターという感じですね。はい、これで最後なんですけど、ホームのユーメイドーマイドーンのポスターですね。これとこちらと、はい、こちらの3種類のポスターが You made my dawn になってます。はい、これ全部 You made my dawn のポスターになります。はい、ポスターの紹介はこれで以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。アンニョー。